T-28 トロージャンノースアメリカン T-28T-28 トロージャンはアメリカ軍で使用されたノースアメリカン社製のレシプロエンジン式初等練習機であり1950年代から1970年代初頭まで運用され訓練家庭オールジェット加工層によって T-37 と交代して退役した 同期は空軍のみならず、海軍航空隊でもフロリダ州ミルトンのホワイティングフィールド基地にて初等訓練に使用された。T-6 敵三を代替する初等練習機として設計され、1949年9月24日に XT-28 が初飛行した。強力なエンジンを装備したことで、第二次世界大戦中の戦闘機に匹敵する性能を有し、 1950年から1957年にかけて1948機が製造された。フランスはアルジェリア独立戦争にて現地で再組み立てを行った T-28 フェネックを近接航空支援と紹介任務に投入した。ベトナム戦争ではベトナム共和国に供与され南ベトナム空軍パイロット養成訓練のほか、 南ベトナム民族解放戦線への爆撃任務にも A-1、AC-47、A-37、K-5 などと共に投入された。その他、ラオスへの秘密作戦にも投入された。ザイールには当時政府に復帰していたモイーズ・チョンベ支援のために CIA が供与した。フィリピンでは1980年代の新人民軍などの 反政府武装勢力に対する空爆などに AT-33 k -5A k -8P と共に参加した。航空自衛隊浜松広報館内で展示される T-28B 日本では、新ジェット練習機 T1 回1の開発に際して、デハビランドヴァンパイアと同じ1956年3月31日に、 T-28B1 機を6100万円で購入、10件航空隊にて、練習機としての飛行特性、操縦特性、偽装の検討に用いられた。その後1962年4月1日には、偵察航空隊に移管され、後部胴体のバゲージコンパートメントにフェアチャイルド、K17CE 広角カメラを装備して、RF-86AF のカメラ操作訓練の ための偵察訓練機として運用された。1963年にクランクシャフト欠損によるエンジントラブルでハードランディングを起こし飛行不能となり、舞台での必要性を勘案して修復せずに退役することとなった。現在はカメラ等を撤去した上で浜松広報館にて展示されており、2011年12月には塗装の修復も行われた。 アメリカ合衆国アルゼンチンブラジルボリビアコンゴ共和国キューバドミニカ共和国エクアドルエチオピアフランスハイチホンジュラス日本カンボジア韓国ラオス王国モロッコメキシコフィリピン中華民国サウジアラビアタイチュニジアウルグアイ南ベトナムベトナムザイールありがとうございます